それだけの力を持ちながら雑魚を見下して生きるのは気持ちよかったが。そんなことは考えたこともない。なわけあるかよ。もういいさ、龍炎。お前は恐怖を感じたことがないと言っていたな。そうさ。いた。だがそれだけだ。今ここでお前が勝っても俺は何度でも食らいつく。いつどこに行っても隙を見つければ仕掛けてやる。そして最後に勝つのは俺だ。今だけの優越を味わえよ。勝利は目前だぜ、綾小路。さあお前の感情を見せてみろ。喜びか怒りか苛立ちか、俺に教えてくれよ。お前はさっきから何を言ってるんだ。こんなつまらない作業で心は動かない。感情が覗くはずもない。ああそれだ、龍炎。見えたみたいだな、自分の中にも恐怖が存在することが。